名前は？ソフィア。ランプの姓の名前だ。カジーム。もう願いを3つ叶えてくれたか？いいえ、他の人たちの願いを叶えてます。ランプの外に出るのは初めてです。それで。おっと、初心者か。巡査部長を呼ばないと。巡査部長？ご苦労だった巡査、あとは任せろ。ランプパトロールのフィズ巡査部長だ。ちょっと待って、受付も今の巡査もあなたでしょ？え、いや違う違う違うってバレたか。人手不足でね。そのカジームはランプの姓の決まりをまだ学んでいないのだろう。そんな決まりがあるの？ああちゃんとあると思う。魔法で大騒ぎを起こさないようにな。一つ目の決まりはランプから出した人の願いだけ叶えることで、二つ目はとても簡単、叶える願いの数は3個だけ。三つ目、願いを全部叶えたら形にランプに戻ること。これがランプの姓の決まりさ。破れば私が捕まえに行くぞ。そうさ、私は巡査部長、ランプパトロールのリーダーだ。悪いランプの姓を見つけて、大切な決まりを守らせる。ではカジームを探してくる。問題を起こす前にランプの姓の決まりを教えないといかん。急いでね、パーティーの前にランプをお城に届けなきゃならないの。時間がないな。私の部下にならないか？部下に？いや違う、相棒だ。うわ、いいよ。それでどうやって探すの？いいものがあるんだ。どうだ、素晴らしい乗り物だろ。魔法の絨毯に飛び乗って、手がかりを求め飛び回る。願いを叶えた後を探すんだ。大事な決まりを守らない、悪いランプの姓を見つけ出せ。放っておいたら大変だよ。街中たちまち大騒ぎになる。ソフィアとフィズが追いかけて、ランプの姓を捕まえ、決まりをちゃんと教える。全部で200のランプの決まり守らせろ。すごくいっぱいあるね。そう、正確には204個。何よりも大事な決まりさ。匂いだろ。え、願い事の匂いだよ。大当たり。やはり思った通りだ。誕生日パーティーだな。で、どうするの？願い事がある場所には必ずランプの姓がいるんだ。ちょっと見に行こう。いいよ。